襲撃された？回収班がか？ああ、ノロが奪われた。荒玉か？いや違う、襲撃したのはトジだ。荒玉を討伐した後でノロの回収班が何か所かで襲われてるらしいの。荒玉にですか？それが相手もトジらしいんや。フードをかぶった謎のトジ。止まりなさい。抵抗するなら切ります。次から次へと何だってんだ。ほう、ふん、ならば貴様、それは二点一流。お前やっぱり指導マキ。間違いありません。これはマキさんですわ。ではこいつを知っているか？二人はどういう関係だ？仲間もしくは協力者ということはないか？ありえませんわ。マキさんは自分の過去に決着をつけるために飛び出していったはず。今さら他人と行動するなんて。一人は指導真紀で間違いないでしょう。しかしこちらは何者なのか。やはり旧折り紙派の。お刀を持っているからといって必ずしも閉じとは限りません。どういうことですか？みんなおかえり。舞ちゃん、身の席のみんな元気だった？うん、相変わらず。それとかなみちゃんの分の課題預かってきたから。頑張れよ。カオル、
私たちの分の課題もおさふねから届いてますよ。こっちもかよ、散々こき使われてるんだ、それくらい免除しろ。それとこれとは別。また騒がしくなりそうだな。江藤さんたちだ。あれって例の事件の全員一緒にいるの初めて見た。じゃあそろそろ行こうか。集合する日がちょうどさやかちゃんの誕生日だからってカオルちゃんが企画してくれたんだよ。サプライズパーティーだ。どうだ、驚いたか。にぃ、はーい、ケーキの登場です。ひよりちゃんのおすすめのお店で買ってきたんだよ。やはりチョコミントケーキの方が良かったんじゃないか。これさやかちゃんのだから。チョコミント好きなのお前だけだから。そんなことはない。誕生日に歯磨き粉食わされる身にもなれ。歯磨き粉じゃない。一気にふーって消してください。今日のメインイベントだ、気合い入れろよ。わかった。待て待て待て、何をする気だ。え、もっと肩の力を抜け、ケーキが潰れるぞ。おめでとう。ありがとう。ねえ、例のノロを強奪しているフードのトジだが、やはり正体は指導マキだったぞ。うん、私も見た。やっぱりそうだったんだ。ちょっと待ってください。私とマイマイも長く手でノロを奪ったフードのトジと戦いましたが、あれはマキマキじゃなかったですよ。うん、指導さんって神道無念流だったよね。あの人は別な流派だったと思う。素性を隠すためにあえて他の技を使っていたということはないか。違うと思いますよ。まあ指導だったら見ればわかるだろう。ということはフードのトジは一人じゃないな。にぃ、その先生なら何か知ってるんじゃないですか。その先生、教えてほしいことがあります。なんだ想像し。フードのトジって何者なんですか。それは私の判断だけでは。いいでしょう。あなたたちにもそろそろ伝えなければと思っていたところです。今のところ確認されているのは二人います。一人は指導マキで間違いないでしょう。そしてもう一人はそもそもトジではありません。トジじゃない。じゃあタギツ姫です。タギツ姫は5ヶ月前の戦いで閣僚に追いやったはず。もう復活したのですか。誰に取り付いたんだ。いえ、今のタギツ姫は人に取り付いているわけではありません。荒玉自体が人の姿で現れたのです。そんなことが。入ってください。失礼します。局長代理に市ヶ谷から連絡が。これはようやく許可が下りましたね。江藤さん、十条さん、二人は明日私と一緒に市ヶ谷の防衛省まで同行してください。護衛任務です。あの防衛省で護衛って一体何があるんですか。これからとある重要な相手と面会します。重要な相手。とても重要な相手です。正直なところ何が起こっても不思議ではない。だからあなたたちに同行をお願いしたいのです。私たちでお役に立てるんですか。あなたたちでなければダメなのです。私たちでなければ。
もしかして。お待ちしておりました。すごいピリピリしてるね。トジもいるんだ。ご苦労様です。タカ子さん、サトミさん、久しぶりね。なぜお二人が昨日付で配属されたんだ。気をつけてね。構えを解いてください。肺がんを賜り光栄でございます、タギツ姫。その名が指す者は別にいる。では何と。タキリ姫と呼ぶことを差し許す。承知しました。私は折紙あかね、そして江藤かなみ、十条日和。タキリ姫、率直にお伺いいたします。あなたは我々にあだなすものでしょうか。質問は許さぬ。一木島姫を我に差し出せ。お前たちの手にあることは分かっている。人にとって真の災いはタギツ姫、そして一木島姫の理想に人は耐えられぬ。故にあなたに従えと。我はタキリ姫、霧に迷う者を導く神なり。人よ、我がお前たちの求める最良の価値をもたらそう。タギツ姫は力を得ているはず。時間は限られている。大丈夫です。姉様はこんなものを一人で抑え込んでいたのですね。茜様、一体何がどうなっているんですか。教えてください。わかりました。姉の中にいた大荒玉はあなたたちに倒された後、三つに分かれました。先ほどあったタキリ姫、各地でノロを集めているタギツ姫、そしてもう一つが一木島姫です。私たちは考え違いをしていました。姉は大荒玉にただ体を支配されていたのではない。その身をかけてずっと抑え込んでいたのです。それが今はそれぞれの目的を果たすため己の意志で自由に動いている。非常に危険な状態です。政府の一部はタキリ姫を手放したくないようです。ですがそれは難しいでしょう。あれは人がどうこうできるものではありません。一木島姫がこちらにあるというのは本当なのですか。ええ、
絶対に安全なところで保護しています。アユム、休憩だよ。アユム、最近すごい頑張ってるね。だって江藤さんと約束したから、いつか一緒に戦おうって。そのためにはもっともっと練習して強くならなきゃ、江藤さんみたいに。本当江藤さんのこと尊敬してるんだ。うん、初めての実戦ダメダメだったもんね、私たち。そうだね、何もできなかったし。でも今度は違う、ちゃんと戦えるようになるんだから。よし、今日はとことん付き合ってあげよう。ありがとう、ミア。候補者選抜の状況はどうなっているのですか？審査中だ。そう言っていつまで待たせるのです。姫はもう動き出しているのですよ。分かっている。まさかこの後に及んでおじけついたわけではないですよね。これ以上は待てませんから。あなたはずるい方ですね。全然稽古に身が入ってないじゃない。カナミらしくないよ。どうしたの今日は。私たちのしたことって無駄だったのかな。ユカリを倒したこと、うん、なんでそう思うの。だって前より混乱した状況になっちゃって、なんだか分かんなくなってきたから。じゃあカナミはあのまま友達のこと見捨てられた。ううん。じゃあいいじゃん。うん。だいたいそんなこと言ったら、私が江ノ島で大荒玉を倒しきれなかったのだって悪かったってことになるよ。おか、師匠は悪くないよ。じゃあカナミだって悪くないよ。まあ自分で見て感じて、それでもわからなければ戦ってみる。悩むことも大事な修行だよ。うん、頑張って。あ、今日日和ちゃんと市ヶ谷で警備任務だった。シドウさん、ここに来たってことはやっぱり狙いはタキリ姫なのかな。奴が何かしでかす前に止める必要がある。うん、まさかこんな状況になるなんてね。あ、大丈夫？正直なところまだ気持ちの整理がつかない。折り紙ゆかりから田光姫を引き剥がしたことで終わったと思っていたからな。日和ちゃん、田切姫は切らなきゃいけないと思ってる？そうだな。だがお前はどうなんだ？私は昨日感じたこと思い出してみたんだけど、うまく言えないけど、あのタキリ姫は前に戦ったタギツ姫とは違う感じがしたなって。千鳥と小ガラス丸、幾度も相まみえるとはよほどの絵にしか。今度こそ撃つ。我には全て見えている。
させない。なぜお前たちがたきり姫を守る。我らの間に人間風情が入ることは許さん。カナミ。たきつ姫、シードさん。構うな、千鳥くん。邪魔な連中がいる。早く駒を揃えろ。御意。タギツ姫にタキリ姫の居場所を知られました。明日の君に笑う。